多賀見線は、岐阜県岐阜市の京林場前駅から多賀見駅までを結んでいた名古屋鉄道の軌道線。2005年4月1日に廃止された。突起なければ、路線廃止時点のもの。各ヶ原線を経て、名鉄岐阜駅に直通する美野町線の電車が通る連絡線の役目を持っていた。その電車には、美野町線、多賀見線が6 0 0ト電化。 かかみが原線が1500ボルト電化であるため、双方の区間を走行できる専用の副電圧車が使用され、デッドセクションのある一の坪田上間で電圧の切り替えを行っていた。2004年に名古屋鉄道は利用客の減少から岐阜市内線、伊比線、美濃町線、田上線の600ボルト電化区間について運営撤退を正式に表明。 企動法に基づく廃止許可申請書と、鉄道事業法に基づく廃止届を、同年3月に提出し、2005年4月1日に廃止された。名鉄の廃止表明を受けて、地元の岐阜市などでは、協議会を設置し、公設民営方式での存続の可能性について、検討を行ったが、2004年7月27日、細江重光岐阜市長は、 利用客減少や財政難などを理由に存続断念を発表した。一時は岡山電気軌道が支援検討を表明していた。開業当初から美濃朝鮮と一体的に運行されており、新岐面の新岐阜のり入れのため、副電圧車が使用され、当初はも六600型が、 後にも880型、も870型、も800型が運用に入っていた。市の壺、京林場前館は、美濃町線の電車のほか、岐阜市内線、伊備線の電車が、岐阜工場への入出庫、入り出場のため改装で利用していた。岐阜市、長住町から1967年に、同市市の壺町へ移転した、名鉄の岐阜工場への引っ込め線を転用して、 1970年に開業し、新岐阜駅への美濃朝鮮電車の乗り入れを開始した。水野鈴一、伊藤敏一、清水武氏、名鉄美濃朝鮮の新岐阜直通運転について、鉄道ファン第112巻、公有者、1970年9月、107ページ、ありがとうございます。